大塚ちゃんスラットです。今日はですね、2021年お世話になったデッキ5つやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、今日でもう2021年も終わります。明日からね、もう2022年が始まるということで、まあ、2021年ですね、まあ、今年印象に残ったデッキであったり、まあ、お世話になったなっていうデッキをちょっと5つね、はい、やっていきたいと思います。まあ振り返りながらね、こういう環境もありましたとか、あれ強かったねとかありましたとかね、まあ話しながらやっていけたらなと思います。というわけで一つ目がですね、支援隊ロフグのゴルナイですね。まあこれは今年の中でも結構ここ最近のデッキなんですけども、てかまあ支援隊ロフグここ1年ずっと強かったですね、はい、ずっと強くて、そのうちのゴルナイ型ですね。いやもうね、支援隊ロフグはね、まあ僕もそこそこに使えますし、まあ、大会とかでもね、よく使われた思い出もありますね。マルチでも鬼流行ってましたし、まあ、ガチで今の環境だけちょっと少ないぐらい。なんか今年1年ずっといて、ほんと、今の環境だけちょっと減ったかなっていうぐらいで、マジずっと強かったですね。まあ、弱点がね、こう、結構少ないんですよ。まあ、やっぱ空ぐらい、対空ぐらいで、陸とかに関しては、ガチで強い。でこのゴルナイも出ましたけど、ゴルナイがね、いなくても戦えるっていうのが、まあ、このデッキのね、ええ部分なんですよね。LSP なんでね、元は LSP で、たまにこう、マザネカ入ったりだとか、まあ、なんかいろいろね、そう、組み合わせがね、あるってわけです。さあ、今回では、迫撃スケキンか。これ結構えぐいっすね。迫撃プラスのファイボ型だと思うので、なんかゴリゴリのメタレベルのきつさがあると思います。まあでもゴルナイで奇跡起こせそう。あと間ガゴムレとか、まあなんかいると思うんですけど。さあ、ゴルナイでね、世界へ帰れます。頼む。いや、ゴルナイ強っ。なんかこう見るとゴルナイやばいね。なんかでもファイボが多分あるのかな。多分。おお、ファイボ。いや、あると思うんですよ。あると思うけど、豚の分かり方がすんごい。豚の分かり方が。すんごいな。多分ファイブあるけど、多分あるんす。使ってきてないだけなんですよね。だから今もですし、多分来年もね、このデッキ自体は全然使われるんじゃないかなと思ってますね。さあ、いやー、めっちゃいいファイブ来ちゃった。やばい。ゴルナイ、前にしか走れないんでね、こういうの痛いですね。相手は攻めで結構ファイブとか使ってくるタイプですね。いやー、ガゴムレ系とか来たらめんどくさいよなーと思いながら、一旦走ってもらい、お、金魚のミステル、熱い、ガチで熱い、ガチで熱い、いや、殴りすぎだろ。いや、これやばいっすよね。なんか、俺がめっちゃ頑張って与えたというよりは、勝手にダメージ入ってるみたいな。さあ、これはファイブ打ってくる。あれ、右サイドなんで、強できそうですね。僕、左降りたいんでね、やっぱ。さあ、左降りながらの左守りたいっていうね。やつですね。これさ、走れるくね？おい、うん、ディン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 。いやー、もうちょっと行こうや。で、スキル貯めてねって感じか、相手は。さ、スキルが貯まったところでみたいなね。オッケー。これね、5打たれるんですけど、多分ホバがね、いい感じに残ります。いや、いいね。で、多分ガゴムレないのかな？ヤリゴブコウモリのスケルトン部隊。ガゴムレがもしかしたらナイパティンですか？ああ、ありますよね。やっぱありますよね。そう。いやー、これはね、まあ、ゴルナイですよ、結局。まあ、ゴルナイなくても、ガチ、なんだろう、より回転速くなりますし、安定感増しますしね、使えるんで、LSP 型でもね、まあ、来年絶対強いですね。余裕で強いですね。もう、新エテザッピーの方が完成されてるんで、まあ今年1年よく使ったし、使われたし、来年も流行るんだろうなと思いながらね。さあ、次のデッキやっていきましょう。さあ、続いてマジやっちゃボールブレイカーのトルネー型ですね。これはね、まあここ最近は、まあちょっと減ったんですけど、もうそれこそ半年ぐらい前とかね、もうずっと使われてたし、僕も大会とかでも使ってたし、まあ個人的なお気に入りデッキですね、僕の。ちょっとナイトにしてたんですけど、バリキリでやっていきます。いや、なんだろうな、こう、何でも思いつくんですよ。そのね、この後まだ3つほどやりますけど、パッとした感じ、なんか、クローンとかね、エリゴルとか、結構ゴリ押し系がね、今年も安定して強かったなっていうのだったり、まあ、ロイジェンとかもやっぱすごい強かったですし、いや、マジで、早すぎ。なんだろうな、もうほんとテスラとかもね、今年ずっと強かったし、なんだろうな、強かったカードって結構いっぱいあるんですけど、その中でもね、特に印象に残ったってなって結構、
まあ、むずいんですけど、まあ、この出来はな、まあ、単純に好きっていう、ただただ。さあ、その中でも、結構きつめのね、クロスを引いちゃいました。トルネがまあ腐るんですよね。そう。で、テスラクロス置かれるだけ、まあ、厄介なんですけど、まあ、テスラ買わされたのもね、なんか、結構でかかったというか、ほんと、ずっと強かったと思うんですよ。ここ最近。もう1、2年 ?2、3年そう。そろそろテスラ下方してほしいなーって誰しもが思ってたと思うんですけど、やっときましたね、うん、さあこれはちょっと確実に壊していきましょう。ウォールベイカーまだいらなかったかもですね。まあ、うん、あーバルキリー頑張ってくれよー、もっと頑張ってくれよと思いながら、さあ怖いですねこの2200ダメ。まあ、あとは何だろうな、まあ、何でもいたっちゃ何でもいたんですけどね、今年。なんか、今年そうですね。何でもいた環境ですね。それこそ今までめちゃくちゃ流行ることがなかったペッカとか、ラムとかが流行ったりだとか、まあロイジェは圧倒的でしたよね。一年通してずっと。ずっと強かった。高めテスラ。さあ、ファイボで確実にね。よいしょ。あとはなんだ？ああ、小屋小屋とかね。僕もめっちゃ使ってましたけど。そう、鬼強かったな。やべえ環境だ、そしたら。小屋小屋強かった。いろんなの流行ることはいいことですからね。よいしょ。いやー、確実にね、処理してくるよと。いやー、こうなるとね、なかなか突破難しいですから、僕も。ないと。やばい、待って、縛った。あ、やばい。鬼の芝。まあまあまあ。これ右サイドと左サイドの方がダメージ受けてるんでね。右はしゃーなしでいけるっすね。勝ちたいけどな。ファイボ来そう。はい、怖いよ。あ、マジでちゃってる。熱い。さあ、やり込みで削りながら、でも僕、同サイドの方がいいと思ってるんですよね、ぶっちゃけ。どうなんだろうな。うん。さあ、おい。あれ、それさ、立てれんくね？どうなんやろ。いや、来るよね。いや、めっちゃいいトレーニングしてる、俺。犬きてえな、バレてるかな。いや、犬き毒だよなこれ。いやだ、参っても早いっすね。あのテスラさ、相手置いたことによってさ、置けないんだよね。相手テスラ自分で置いてさ、こう置けなくなってんだよな。結構でけえ。これマジエちゃんも犬き毒なんすよね。よいしょ。あー、これ勝ったっすね。もう諦めのクロスっすね。オーケー。さあ、というわけで、怖いですけどね。もうマジでチョルレカはずっと使ってますし、来年もまあ絶対使える。まあ、やっぱ消えないデッキっていうのが強いですよね。そう。やっぱ環境によっても、あ、このデッキ全く使えないなっていうデッキとかもありますけど、まあテスラがボブターになったり、ヤリゴブがね、スケになったりとか、そういうね、変化あると思うんですけど、まあ形自体絶対残ってくるので。さあ、お世話になりました、マジでチョルレカ。というわけで、続いて3つ目が、皆さんこれや。これよ。いや、これはね、本当に、まあ、感謝したいけど、最悪でもあったな。なんか、ゴレクロです。めっちゃ使ってたよ。マジで。だから、すごい、ゴレクロでだって世界さ、ほんと一桁とか取れる時代だったんですよ、今年はね。いや、すごいっすよ。まあ、その、なんかあると思うんですけど、細かい部分ね。PS のあるところが。いや、でも、ね、お世話になったさ、僕も。やべ、沼ったとか言って、トロちょっと2、300溶かしたからと思って、一旦ゴレクロ使うかと思ったら、ゴレクロ使ってトロ800ぐらい溶けるみたいなね、こともありましたし。いや、まあ、ゴレクロにはみんなお世話になったことあると思うんですよ。一回はね、誰しもが、あると思うんですよ。そして、今回の相手がラバクロっていう、地獄やん。やばいっしょ。ね。やばいよね。まだ本当に、あ、これファイブ来そう。ね。
その今はゴルクロマジでいないんでガチゼロっすね、ガチゼロなんで、ゴルクロの代わりに今ラバクロがこう流行ってるよっていう、多分ラバクロがこう消える頃にはまたねゴルクロが復活してるんじゃないかなと思いきや、さあ、いや強っ、俺だってゴレダクネで山網打って落ちるからね。まあダクネか、そう考えたら今年のゴーレムとダクネの加法は、まあゴレ付き合いからしたら多分めちゃくちゃ辛いと思う。そう、結構辛いじゃん、自分が使ってるこの2枚で1つのさセットみたいなのが、まあ両方とも加法されるっていうのは、まあ、相当こう結構来るもんがあると思うんですけど、まあゴレね嫌いな人からするとあの俺ダクネがね、まあちょっと幸せでしたね最後の方は、まあ、苦しみましたからねその分。これもうえぐいっすよもうえぐいっすよもうマジ。うん、あと矢の雨がさ下手すぎてやばい。え、お待って、やばい、これ俺が悪いよね、負けたらさすがに。やばいやばい、耐えたい耐えたい耐えたい、痛い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 、ああなるほどねいや、これは本当に今年こうだったんですよね。もう半年以上今年はこのいう試合がちょっと多かったので、いやちょっとまあ懐かしさもあり、まあもう嫌だなという思いもあり、まあ来年もまたねいつかゴレクロ環境が来るんでしょうというわけでね、またお会いしましょうゴレクロ。さあというわけで4つ目ゴブトリですね。まあゴブトリも結構流行ってたと思うんですよ。でまあ今日は、ね、ちょっとこのボンバーが吹き矢のやつでやっていこうと思うんですけども、まあなんか高回転ゴブドリっていうのがもうずっといましたね。なんか最初出たすぐはねそんな強くねえやみたいなすごいこう言われてたんですけど、なんかぶっ壊れ、だからそんな強くねえやんって言われてねえかったわ、俺が酔っただけっすわ出たすぐからガチぶっ壊れだったんだ。そうだ、ガチぶっ壊れで加法された後も今もこう結構使われてるっていうので、そう普通になんかね、まあ、来年も安定して強そうっていうね。そう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 、なんか重量級に結構 LGI ゴブドリとかも強そうとか言われてましたけど、まあ結局なんか高回転のねこういうねゴブドリデッキが、まあ、今も流行っててまあ安定して強いんだなっていうので、いやーゴブドリか、ゴブドリでもね僕なんか大会とかでも使うんですけどあんま勝てたことないんですよね。いや好きなんですよね、好きでめっちゃ使うんだけどあんまいい思い出はないっていう、ただただ、うん、さあで縦の戦士もちょっと今じゃねいろんなデッキに入ってくるようになっちゃって、そして今回ではナイトのクエコグか、ちょっとなんか嫌なデッキ引いたっすね。いや吹き矢頑張れ、いけるぞ、あーまあまあまあ、まあ、いやめっちゃ入ってる、でかナイトアーチャクいいか、まあ、古きってわけでもないか、まあ、クエコグですね、ちょっとめんどくさい、いやマジでちょっとかで射抜きたくなっちゃう。うん、さあテスラは高めでね、縦線アーチャクにちょっと使いてえな、うん、行く、いやでもテスラのコースト残しとかないとドリル飛ばした瞬間にホグ来て結構嫌なねダメージ受けちゃうんで。さあこのファイスピがうざいっすよこれ、いやボムやん、しかもいやでけえ、マジででかい今の、しかもこれはえい、ハミゴブ、いやこう見るとねゴブドリやっぱまあ強いんですよね。そう、まあボムが結構メタカードで嫌なんですけど、うん、よいしょ、これはまあ縦線ですね、ウッドとか来たらマジやばいっす、よいしょ、いやータギがねちょっと一瞬お隣さんに来そう、やばいやばい、あっあちゃくやばい、あちゃくやばい、あちゃくやばい、マジやばい、あぶな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 、やばいダメージが、ちょあちゃくいちょっと嫌っすね、うん、あちゃく嫌だな、テスラ置いた方がいい気がした、いやー危ねえ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 、ちょガチであの吹き矢がね結構使い物にならんすね。まあナイトなんでねこのゴブドリはいい、でも問題ボムタワーっすねこれ、ボムを壊さないといけない。さあ縦線はでも突破されない、いやめっちゃいいウッド、いやでか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 、全然いいウッドやねそれ、別にあのラッキーだった、ラッキーだった、吹き矢まで巻くも神ウッドっぽかったんですけどね。さあホグ来るぞ、しっかり置いて、いやテスラ結局なんだかんだねこう高め置いておけば強いですからね。はい、ファイボケンナイト、いうわけでやっぱこうね印象に残ってるデッキ、そして流行ってるデッキの分、まあ、デッキパワーもやっぱ高いですよね間違いなく。
来年も間違いなく強いです。さあ、というわけで今年のデッキもいろいろやってきましたけど、僕の長野ね、今年のデッキラストはこちらです。小屋小屋ですね、小屋小屋です。いや、小屋小屋、多分今年小屋小屋動画を一番出して YouTuber じゃないかな、なんなら小屋小屋を一番使ってたんじゃないかなっていうぐらい自信はありますね。めっちゃ好きです、今も好きです。いやー、まあなんかスケキン型で今日やってくんですけど、いろんなね型を出したと思うんですよ。そのエリババとかマザネクとかメガナイトとかムートとか、いろいろ本当にね、チャンピオンもゴールナイでもアチクイでも何でも合うぐらい万能なんですよ。まあここ最近ちょっと過保されちゃってね、そのオーブンはなんかね意外と評価がね悪くなくて、そう、加工されたもののやっぱ壊れた時に1体出てくるっていうのがまあそこそこに熱いっていうので、そう、オーブンはまあまだなんか使えるのかなっていう思いもあります。さあ、ボンバー5、なんかもう辛そうな相手を引いてきました。チエンスケラか、あー、ラバクロですね。え、じゃあラバクロでもないのか、クローンとかではなさそうですね。ただのラバっぽいですけど、そう、まあまあ5っとくか、これいらん気がするけどな。まあいいや。さあ。いやー、というわけで、子役はですね。まあ子役は本当、僕の中でめっちゃ印象残ってるんですけど、まあ他の時もやっぱね、その、さっきも言いましたけど、ロイとかエリジャイとか、まあ何でもなんかこう、お世話になったなって思うんですけど、特にお世話になったよねっていうのがやっぱ子役ですよね。うわ、やば。ちょっと待って。お願い、ごめんなさい。嘘だと言ってくれ、オーブン。釣れないなんてことがあるのか。危ない、まあそうなのもあった。さあ、今回ラバルファイボスね。はい、きついですきついです。いやー、子役の力でなんとかなんねえのかなーとかね、思いながら、そう、もうなんか設置時間短くなっちゃったんでね、このまま行くと来年ガチで小屋っていうものがねほぼなくなっちゃうんじゃないかなっていう、そう、施設がちょっとどころじゃないな、超弱い環境になっちゃったんで、いやー、マジ来年どうなんだろうなーと思いながらね。さあ、これ相手左になんか攻めてきてくれたらもう守れないんで、僕としてはちょっと美味しいんですよ。いや、だボンバーとさガゴとか安っすよね。うん、いや、そう、守れないんですよこれ別に。だから別に守ろうとも思わないんですけど、ザッピーと巻き込んで5打たれるのが嫌なんですよね。よいしょ。さあ、守れないです。助けてほしい、ガチで助けてほしい。どうしようこれ。いや、守れねえんだけどなーと思いながら、気合でワンチャン気合でなんとかなる。ザッピー、いや、ザッピーめっちゃいい、ザッピーめっちゃいい。いやんきついって。ガチできつい、ガチ冗談抜けてきつすぎる。うん、いや、待って、これスケキンのスキルで世界変えれるかも。マジである、マジであるくね。スケキンのスキルで、おい、一本取った、追いついちゃった。いやー、小屋小屋ですよ。いや、マジで、もこれラバル組まれて5打たれて終わるんですよね、本当に。冗談抜きで終わるから、頑張ってるだけっていう、ただ。もう相手何もこれ考えなくていいですもん。全無視で、まあ、組んでくるんで、まあ、僕はなんとか早めに対応していきたいっすよね、どっちか。うん。もうラバル組んで5ドーン来ちゃうんだね。いや、インドにも当たると理想だったけど、まあまあまあ、シャアなしの、小屋にね。さあ、いやー、遊戯玉が、いや、もう耐えてるぞ。耐えてるぞ。いやー、これガチでギリ耐えてる。いやー、でも小屋さすがにこっちだな。右側っすね。防衛。いや、ファイスピで削ってる。いや、これ勝ったらそこそこにすごいぞ、俺。いやー、そこそこにすごいんだけど、インドラがね、やっぱ嫌なんですよね。あと、ガゴか。そう、ちょ、この辺にほぼ置いて、この辺にね、もうガゴ。いや、ガゴ来るんですよ。そうなんですよ。いや、マジで。意外と頑張れてる。ちょ、そっちじゃない。意外と頑張れてる。ファイブある。よしよしよし。いや、いい。ボンバー?いや、耐えてる。それやりすぎじゃないって。マジであるよ。これマジであるよ。マジであるよ。いや、マジであると思うんだけど、インドラやばい。ガゴもやばい。よいし
いいよ。真ん中スケート舞台。はい。こっち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 。耐えて耐えれる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 。10秒10秒待って10秒10秒ですって。10秒ですって。今年最後負けて終わる俺もしかして。やばいやばい。うん。あ、10秒は無理。10秒無理。10秒無理だって。まあ無理っつったね。いやこれはもうしょうがないですね。まだ子役はほんと今年1年ね、もう多すぎた。前動画前動画相手子役とかもあったぐらいね、流行ってましたしね。僕もほんとお世話になっただけなんでね、まあ来年もちょっとこうどうにか強化してもらってね、来年もお世話になれたらなとは思ってます。まあでも今年もいろいろあったっすね。そのなんだろうな、個人戦っていうのもありましたけど、まあ世界大会も出ることができましたし、またこの海外のね、招待してもらったチーム戦で世界一もね、はい、取ることができてというので、個人的には結構こうね、いい結果を残せた年だと思ってますので、来年もね、こうまあゴリゴリにこうやっていくってわけではないですけど、まあゆるくね、あの楽しくクラブやりながら大会とかもね勝っていけたらいいとは思ってますんで、皆さんね来年もどうぞよろしくお願いいたします。今年1年ねありがとうございました。良いお年を。